あら、ここはどこかしら。なんだか知らない世界に迷い込んでしまったみたいだね。よく見ると可愛い女の子がたくさんいるよ。とっても不思議な世界ね。こんな時はスマートフォンで助けを呼びましょう。ちょっと待って、ちょっと待って。あなたたち、ゆかりとアキラだよね。あら、そうだけど、君たちは誰だい？私の名前はユーナだよ。私はカリナ。私はサリナ。私はエレナです。ゆかりとアキラ、せっかくこの世界に来たんだから、私たちと一緒におしゃれしようよ。おしゃれですって？いいね。楽しそうだ。二人のその制服姿もとっても素敵だけど、私たちみたいなアイドルの衣装や、私のお姫様の衣装も似合いそうです。二人に私たちの洋服、お着替えさせてみたいな。きっと二人とも似合うはずだよ。じゃあまずはゆかりからだね。ゆかりにはサリナのお洋服、お着替えさせてみようっと。このお洋服、きっとゆかりに似合うはずだよ。お着替えさせてみるよ。ゆかりを素敵なアイドルに。うわー、かわいい。よいしょ。お星様のイヤリング、これもゆかりに似合いそうだね。うん、かわいい。こっちのお耳にも。よいしょっと。わあ、素敵。靴も履き替えてみよう。私の白いブーツ、ゆかりに似合うかな。わあ、素敵ね。こっちの足元。よいしょ。うん、とってもよく似合ってる。あとはお洋服の腰の部分にハートのリボンをつけて、超キュートなアイドルゆかりの誕生だ。うわー、すっごくかわいい。あら、このお洋服とってもかわいいわね。気に入ったわ。ねえねえ、アキラは私のお洋服にお着替えしてみようよ。いいの？ありがとう。ユーナのお洋服を脱いでと。このお洋服をアキラにお着替えさせてみるよ。アキラに似合うといいな。わあ、ぴったりだ。素敵なお洋服だね。あとは魔法のステッキを持って、髪には大きめのリボンをつければ、かっこよくてキュートなアイドルアキラの誕生。うわ、素敵な服。ありがとう。ねえねえ、今度は二人ともお姫様スタイルに挑戦してみようよ。きっと似合うと思うよ。わ、嬉しいな。じゃあこのアイドルのお洋服を脱いでと。私のお姫様ドレスに着替えてみてね。きっと似合うよ。緑色の綺麗なドレスだね。お花がいっぱい。よし、着替えてみよう。少しだけサイズが合わないみたいだけど、とっても素敵なドレス。あとはティアラをつけて、アクセサリーをつけてみよう。わあ、すごい。キラキラのお姫様だ。次はゆかり、私のドレスにお着替えしてみましょうね。私のドレスを、よいしょと、脱いで、そして、ゆかりもドレスを脱いで、このドレスにお着替え。それ、
素敵。このドレスにはこの帽子よりもこのお花とこっちのよいしょティアラの方が似合ってるね。まあ素敵なドレスね。キラキラだわ。まるでおとぎの国のお姫様になった気分。こんな綺麗なドレスが着れて嬉しいわ。ゆかりもあきらも気に入ってくれてよかった。二人とも、とっても似合ってます。おしゃれって楽しいよね。みんなありがとう。とっても楽しかったわ。みんなもゆかりやあきらみたいにいつもとは違う可愛いお洋服にお着替えしたいときは私たちのところに遊びに来てね。みんなが遊びに来るのを待ってるよ。じゃあね、バイバーイ。ソブームではまだまだ面白い動画をたくさん用意してるので、動画の右上にあるこのアイマークを押してアソブームの他の動画もたくさん見てね。このアイマークを押してね。毎日楽しい動画をたくさん見たい人はこのチャンネル登録と書かれているボタンをポチッと押して、チャンネル登録をしてアソブームの楽しい動画を毎日見ちゃおう。みんなの気に入る動画がきっと見つかるよ。毎日楽しいアソブームをぜひ見てね。これからもアソブームをよろしくね。